ティラノサウルスに関してこれまでもいろんなことを学んできたわよね。そうだな。最新情報はないの？ティラノサウルスの新たな分類方法に関する論文が2022年3月に発表されたな。何それ？ティラノサウルスは3つの体型に分類でき、それぞれの体型ごとに種の名前を新たに命名をした研究チームがあるんだ。新しいティラノサウルスの種、どんな名前なの？現在存在するティラノサウルス、レックスという種に加えて、ティラノサウルス、インペラトルと、ティラノサウルス、レジーナという名前で種を追加することが提案されているそうだ。すごいわね、もっと聞かせて。まあまずは、ティラノサウルスの発見の歴史を見てみよう。ティラノサウルスの基本情報が知りたかったらこの動画たちを見てくれ。ありがとう。ちょっと復習してくるわ。さあ、まずティラノサウルス発見の歴史について、最初期のあたりから語ろうか。いいわね。ティラノサウルスはかなり昔から化石が発見されていた恐竜なんだ。発見当初は何の化石かわからない状態だった。ティラノの最初は謎に包まれていたのね。ああ。そんな中、1902年にバーナム・ブラウンというハンターがアメリカのモンタナ州でわずかだが化石を見つけ、1905年にティラノサウルス、レックスと名付けられたんだ。1世紀以上前にティラノサウルスという名が生まれたのね。ああ。しかし発見されてからは長い間新しい化石が見つからず、ティラノサウルスの謎を解き明かすには時間がかかったんだ。スイスイと発見と研究が進んだわけじゃないのね。そうだな。化石が少し見つかった時もあったが、謎を解き明かせるほどのしっかりとした標本が見つかったわけじゃない。全身骨格標本も作られた時があったんだが。だが、他の肉食恐竜の部位の寄せ集めだったり、推測で形が作られた標本だったため、現在判明している姿とは全く異なる標本になってしまったんだ。ちょっと想像の世界のティラノサウルスみたいになってしまったのね。そうだな。だが1960年代以降標本が次々と発見されるようになり、1990年代は19の標本が見つかるくらい、発見が加速していった。これで謎がどんどん解き明かされていくのね。ああ。化石が多く発見されるほど、その恐竜についての謎が解けるきっかけになるからな。この発見の流れで、今わかっている情報が判明したのよね。実はある恐竜の化石の発見により、謎がますます急激に明かされていくことになるんだ。ある化石って？それはスーと名付けられた化石だ。聞いたことあるか？スー？聞いたことないわ。スーはな、今まで発見されて展示されている標本の中で一番大きい化石なんだ。そうなのね。それはなんだかすごそうな子ね。そうだな。全長 12.8 メートルの最大の全身複製骨格である上、9割以上の骨が見つかっていることから非常に希少性の高い標本だ。大きいし、ほぼ完璧な状態で化石が見つかってるのね。それは研究も進みそうなのは当然ね。その通り。体重は8トンから14トンと推測されていて、これ以上の大きさのティラノサウルスの化石は、未だに見つかっていないほどなんだ。30年近く記録が破られていないのね。ああ。こんなに全身の骨が残っている化石もなかなか珍しいんだ。ちなみに名前の由来は、発見者のスーザン・ヘンドリクソンさんにちなんで付けられたんだぞ。自分の名前がこんなに有名になるなんてびっくりね。そうだな。恐竜に詳しくない人でも知っているくらいだからな。また、スーは史上最も高価な恐竜の骨格標本でもあるんだぞ。一番高価なの？いくらくらいなのかしら？日本円で約9億円らしい。高いわね。こんな値段がつくほどとても貴重な化石だから、スーが発見されるとスーの所有権をめぐって争いが起こったんだ。え？誰と誰が争ったのよ。ブラックヒルズ地質学研究所のチームがスーを発見したんだが、被験者と、その土地に住んでいたネイティブアメリカン、連邦政府の所有地で発見されたと主張する米国政府が、スーを自分のものだとして争ったんだ。なかなか強そうな集団同士が戦ったのね。政府まで出てきちゃうなんて。結局、地質学研究所は裁判に負け、スーは競売にかけられてフィールド自然史博物館に収められることになったんだ。いろいろと大変なことが起こってしまったのね、スー。それだけ貴重な化石っていうことだな。でも、どうしてそんなに完璧な状態で残っていたの？死んだ後、他の恐竜に食べられる前にすぐ泥に覆われたためと言われているんだ。骨が傷ついたり、どこかに行ってしまうことなく、保存されたということだな。すごいわね。まさに自然の奇跡ね。スーはただ大きくて保存状態がいいというだけじゃない。スーの喘息は骨に溶けた跡があるんだが、これってなんだと思う？足が溶ける。それって、何かの病気よね。何かしら。そう、スーは病気にかかっていたらしいんだ。その病名は痛風。ティラノサウルスの世界にも痛風が存在していたということが、スーによって明かされたことになる。
確かに、なかなか珍しい情報ね。これは、この動画でも詳しく解説してたわね。ああ。だがそれだけじゃない。肋骨や尾骨は、折れたり負傷したりして、それが治癒してくっついた跡や、関節炎の跡などが見られ、恐竜が怪我の多い環境で生きていたということを示したんだ。骨がほぼ完全に残っているということは、骨に起こった影響もすべてわかるということだものね。そうなんだ。だからこそ数はティラノサウルスの謎を解き明かすために非常に大事な標本なんだ。いろいろわかって、研究者も嬉しかったでしょうね。ああ。数の発見により謎が解き明かしやすくなり、ティラノサウルスにはそれまでよりもさらなる関心を向けられ、世界で最も知られる恐竜になったんだ。最強の肉食恐竜として知られる今に繋がっていったのね。研究は進み、生息場所や強さ以外の情報も分かってきているんだ。面白そうね。特に興味深そうな話を教えてちょうだい。そうだな。ティラノサウルスの個体数についての話をしようか。恐竜が何頭くらいいたかっていうこと？気になるわ。2021年の研究で明かされたことだ。ティラノサウルスは、同時に生息していたのはおよそ2万頭で、ティラノサウルスの総数は約25億頭だそうだ。なんだかいまいちピンとこないわね。現在アフリカにライオンは約2万頭いると言われているから、当時ティラノを探そうとすると、アフリカのライオン生息地でライオンに出くわすのと同じ確率で会えるというわけだな。あら、なんとなくイメージはつかめそう。全くいないという感じではないのね。そうだな。ちなみに、この数値を出した研究チームはティラノサウルスが化石になる確率も出している。気になる。やっぱりかなり少ないのかしら。ティラノサウルスが死んだ後に化石になる確率は8000万分の1くらいらしいな。かなり低い割合ね。化石に巡り会えるのって、相当ラッキーなことなのね。いよいよ種の話をするか。最初に話したティラノサウルス、レジーナとティラノサウルス、インペラトルの前に、新種と思われるティラノサウルスの研究についての話をしよう。核心に迫ってきたわね。それにしても、新種も発見されているの？そうだな。その化石はカナダでほぼ半世紀ぶりに見つかった。ティラノサウルスの新種と言われているんだ。その名もタナトテリステス、デグロートルム。うわ。なんだか不思議な響き。ギリシャの死神タナトスにちなんで付けられたから、少し奇妙な印象があるかもな。へえ、なんで怖い名前を付けられているのか気になるわね。タナトテリステスの特徴をもっと教えて。大きさを考えると、タナトテリステスは有名なティーレックスほどの大きさはなかったようだ。ティラノサウルス類が最強の肉食恐竜だと言っても、そのグループには最強の捕食者だけが存在してたわけじゃないということがわかるな。ティラノサウルスの中にもいろいろな仲間がいるものね。ああ、骨に残っている特徴としては、顎骨の特徴的な隆起や頬骨の断面が楕円形になっているというところかな。なんだか細かな違いね。ティラノサウルスの仲間は大きく目立つ特徴がそれぞれあるわけじゃなく、分類が難しいんだ。草食恐竜は敵、仲間、繁殖相手などと識別しやすいようにエリアと坂を持っており、種類によって進化に違いが見られ、判別がしやすいんだがな。そうなのね。細かい違いを見つけていかないと、新種だと気づくことができないということね。そういうことだ。そして、タナトテリステスの発見により、米国とカナダの西部に生息していたティラノサウルス類には、二つの系統があるらしいことが分かったそうだ。結構お手柄な恐竜ね。そうだな。具体的には、北には鼻が長めのグループ、南にはブルドッグのように鼻が平たいグループがいたと分かったんだ。顔が若干違うのね。環境や獲物の違いで、差が生まれたんじゃないかと言われているぞ。今まで話してきた通りに、ティラノサウルスは多くの化石が発見され研究がされてきた結果として、いろいろなことが分かってきているんだ。なかなか興味深かったわね。最初に話した新たな種の話も、発見と研究の上に成り立っているんだ。早速話をしようか。ティラノサウルス、レジーナとティラノサウルス、インペラトルよね。そうだ。それぞれ、レジーナとは女王、インペラトルは皇帝という意味がある。ちなみにティラノサウルス、レックスのレックスは王という意味だな。なんだかかっこいいネーミング。こんな3種の名前が出てきた経緯を詳しく説明すると、今までティラノサウルスとされる化石が見つかったら、ティラノサウルス、レックスという種に分類されていたんだが、どうやらもう少し分類ができるんじゃないかということになってな。へえ、研究がどんどん進んだ証ね。そう。だがその新たな分類というのも、本当に確かなことはまだ検証段階のため、必ずしも今話していることが正しいとは限らないことは覚えておいてくれ。現段階でわかっていること、ということね。ああ、この研究によると恐竜が発見されたヘルクリーク類層の中で、
最下層から発見された最も古い化石はがっしりとした大腿骨を持ち、二対ののみのような歯を持っていた。そして、新しい時代の層から採取されたのは、一対しかのみのような歯を持っていないんだ。古い層と新しい層で見つかった化石の特徴が違うのね。ああ。さらに、その新しい層で発見された化石が、大腿骨のがっしりとしているものと、細く華奢な骨を持っているものに分けられたんだ。新しい時代の骨が、インペラトルとレジーナになるってことね。そう。がっしりしている方がインペラトルで、華奢な方がレジーナだな。男の子と、女の子の違いっていう感じ？名前を聞くと性別の違いのように感じるよな。だがその二つの違いも単に性別の違いというのでは説明できないらしく、この三グループ説を提案した研究チームは、グループ自体が異なるらしいと主張しているんだ。そうなのね。実際はどうなのかしら。それはまだまだ研究途中だな。ただ、ティラノサウルスレックスは一種だけではないということは強く主張しているようだ。批判の意見もある。今までティラノサウルスレックスだったものが、いきなりレジーナとかインペラトルというものだったかもしれないって言われたら、動揺するのも無理ないわ。正しいと思われていたことが間違っていたり、間違っていたと思われていたことが正しかったりするからな。化石で全ての情報を正しく見抜くことは難しいことなんだ。そうね。ちなみに批判はどんな意見なの？食物連鎖の頂点になっている肉食恐竜は、複数種が同じ時代、地域で共存できる可能性は小さいとの指摘や、DNA がない中、骨の少しの違いで別種と決めるのは無理がある、という指摘があるな。なるほどね。DNA がない中、骨だけで頑張って判別しようとするのは確かに至難の業よね。そうだな。DNA が分かれば大きさや形の違いが個体間の違いなのか、種による違いなのかを区別できるんだがな。犬と猫というように種が違うのか、ポメラニアン2匹の差を考えるような、同種間の個体の差なのかがわからないということね。そういうこと。これも、もう少し研究が進んだらきっとわかるわね。ティラノサウルスは、たくさんの人に興味関心を持たれてる恐竜だからな。もっともっといろいろな情報が出てくるはずだ。今後が楽しみね。やっぱり、最強恐竜と言ったらあの恐竜よね。絶対にあれだよな。同時に言ってみるか。せーの。ティラノサウルス。よかった。同じ考えで。以心伝心ってやつだな。いや、おそらく誰とやってもこうなると思うわ。冷たいこと言うなよ。それに、今日紹介する恐竜の話を聞いたら、その考えは覆るかもしれないぜ。なになに？ティラノを超えるほどの強い恐竜がいるっていうの？ふふ。期待していてくれ。どんな恐竜か楽しみだわ。その恐竜は、カルカロドントサウルス。約1億年前から9300万年前、中生代白亜紀初期から中期にかけて生息していたぜ。見た目もティラノサウルスに似ている気がするわ。今回は、ティラノに負けない魅力を特別クローズアップするから、ついてきてくれよな。任せて。ではスペックをどうぞ。体長は約12メートルから14メートル、体重は約6トンから15トン。肉食恐竜の中では最大クラスの大きさを誇るぞ。大きさは申し分ないわね。そうだな。頭の大きさが 1.6 メートルあり、ティラノサウルスよりも大きいんだ。おお、早速ティラノを上回ってきたわね。故障は、ギザギザの歯を持つトカゲだ。ホホジロザメとトカゲの合成語と見ることもできる。サメだなんて怖そうね。薄くて鋭い三角形の歯がサメの歯に似ていることから付けられたそうだぜ。見るだけで痛そうな歯をしてる。ああ、とても特徴的だから、歯はカルカロドントサウルス化石を判別する有力な証拠になるんだ。なるほどね。ジュラ紀の食物連鎖の頂点に君臨した、アロサウルス以上に鋭く長い歯を発達させていたぜ。アロサウルスも、最強の呼び声が高いんじゃない？すごく人気もあるし。それ以上に鋭く長い歯というと、相当のものだということがわかるだろ？そうね。ナイフとか、刀みたいな形よね。骨を砕いて捕食するというよりは、骨から肉を削ぎ取っていたとされるぞ。まるでステーキナイフだな。グルメな恐竜だったかもしれないわ。前足がティラノより長かったから、フォークとナイフを持って。ってそんなわけあるか。お上品に、首にナプキンまで巻いたりして、素敵ね。この前足で、相手の動きを止め、鋭い歯で噛みつき、出血させて深手を負わせていたらしいぞ。あら、力技のテーブルマナーだったのかしら。その力技で、白亜紀に繁栄した史上最重量級の竜脚類である、ティタノサウルスかすらも餌食にしていたらしいぞ。最重量級って、どのくらいなの？ティタノサウルスか最大級のアルゼンチノサウルスだと、全長は約30メートル以上、体重は約100トンにもなるぞ。大きすぎる。
そんな恐竜でも倒せたのかしら。自分より体の大きな獲物でも、鋭い歯で深で覆わせ、出血で死亡させる方法で倒していたようだ。クワバラクワバラ。最強であり最強って感じね。自分より大きな草食恐竜がほとんどいない時代に生きていたティラノサウルスは、自分と同程度の体格か、より小型の獲物を食べていたんだ。自分より大きな獲物なんて狙いたくないわ。ティラノサウルス類など巨大な草食恐竜と同時代に生きていたカルカロドントサウルスは、大きな敵でも倒せる能力を身につけていたのかもしれないな。その点では、カルカロドントサウルス、一枚上手ね。カルカロドントサウルスが初めて発見されたのは、1927年、エジプトの白亜紀層で歯の化石が見つかった。さっき話に出た、歯の化石ね。最初はメガロサウルスの一種と考えられていたんだぜ。あらら、歯だけで判断するのは難しかったのかしらね。そうだな。1931年にやっと胚芽の部位が見つかって、詳しい分析の結果、カルカロドントサウルス属の名前が与えられたんだ。カルカロドントサウルスの誕生ね。しかし悲劇が起こる。これがドイツのミュンヘンに運ばれた後、第二次世界大戦の戦火に巻き込まれることとなり、ミュンヘン大空襲によって破壊されてしまったんだ。戦争の被害が、こんなところにまで。悲しいわ。この時、スピノサウルスの模式標本も同じ運命をたどっている。スピノちゃんともども泣いてるわよ。そのような中、シカゴ大学のアメリカ人古生物学者ポール・セレノによって、1996年にはモロッコで明らかにカルカロドントサウルスとわかる、ほぼ完全な頭蓋骨の化石が発見されたぜ。再発見されてよかった。もう少しで2回目の絶滅をしちゃうところだったわね。本当だよな。この時の化石がティラノより大きかったために、ティラノ最強説が揺るぎ始めたぜ。ああ、本当に、どっちが強いのかしら？気になる。結論から発表しよう。実は、どちらの恐竜も最強だ。何？その煮え切らない答え。ティラノサウルスが覇権を握ったのは、6600万年前に恐竜が絶滅するまで、8000万年続いた白亜紀のうち、最後の2000万年なんだ。最後の2000万年はティラノが最強だってことは分かったけど、じゃあ、もしかしてその前は？その前に生態系のトップに立っていた大型肉食恐竜こそ、カルカロドントサウルスだったんだよ。あら、じゃあ、最初の頃はカルカロドントサウルスの方が強かったわけね。一体いつどうやって、最強の座は変わっていったのかしら。筑波大学、北海道大学などの国際研究グループによると、ウズベキスタンの後期白亜紀の地層から見つかった化石が、カルカロドントサウルスの仲間の新種であることを突き止めたということなんだが、ほう、同じ時代の地層ではティラノサウルスの仲間も見つかっていて、両者の共存についてはアジア初の証拠となったんだ。あら、ティラノサウルスとカルカロドントサウルスって、同じ時代に生きていたのね。じゃあ、どちらが強いか勝負がつきそうじゃない。そうなんだが、聞いてくれ。このティラノサウルスの仲間はティムレンギアで、全長わずか3、4メートル、体重170キロほどしかなかった。え？なんだか、随分小さくないかしら？そうなんだよ。そうなると、はるかに上回る体を持つカルカロドントサウルスが、生態系の頂点に君臨していたはずなんだ。それは納得。でも、私の知っているティラノサウルスってもっと大きい気がしたんだけれど、いいことに気づいたな。カルカロドントサウルスが生態系の頂点に君臨していた頃、ティラノサウルスは小型で、長い間大型恐竜に圧倒されていた。ははーん、ティラノサウルスはもともと小さくて、目立たないタイプの恐竜だったってことね。うむ。しかし、やがてカルカロドントサウルスの仲間が北半球から姿を消すと、変わって大型化し、繁栄したんだ。そんな進化と交代劇があったのね。驚き。大型のティラノサウルスの仲間は、北米で8400万年前以降の地層からは発見されていたが、その前の1000万年ほどは、世界のどこにも手がかりのない謎の空白期間だった。ふむふむ、今回のウズベキスタンの新種発見によって、この空白を埋め、カルカロドントサウルスが最強であった時代がより長かったことが判明したぜ。すごい、それは大発見よね。さて、ちょっと休憩。お茶でも飲みながらゆるっと行くぜ。ずずずず。あー美味しい。玉露はたまらないわ。私はコーヒー派だな。この間、恐竜店に行ってきたんだが、それで思い出したことがあるんだ。なになに？化石店のグッズショップや化石即売会などで、モロッコ産のカルカロドントサウルスの歯の化石とされる物と、同じくスピノサウルスとされるものと共によく販売されているんだがな。よく売られているわよね。それがどうかしたの？一つ3000円前後で売られていることが多いんだが、本物の化石にしてはあまりにも安くないか？そう言われればそうね。
そんなに大量に発掘されているものなのかしら？スピノサウルス、モササウルスなどの早産幼虫がたくさん発掘されるモロッコでは、化石が産業として成り立っているんだ。そうなのね。化石が産業になるなんて考えたこともなかったわ。発掘された化石をきれいにクリーニングする技術とともに、偽物を作る技術も発達しているんだ。素人には見た目で判別することは難しいぜ。あら？偽物を捕まされちゃう可能性もあるってことね。本物の産出量は決して多くないことから、市場に出回っている化石の多くは、人の手の入った補修品が多いようだぞ。完全天然品だと思わない方が良さそうね。ひどいものだと、砂を使って歯根を水増ししたものや、モロッコ産の実物から型を取って人形焼きのごとく型抜き製造された偽化石すら存在するぜ。商売とはいえ、なんだかなーって感じね。ピカピカに照り輝く宝石のようなエナメル質と、ギザギザのノコギリがしっかり残っている恐竜の歯を見ると、本当に感動するぞ。ぜひ手に取ってみてくれ。本物の美しさにはうっとりしちゃうわね。さて、話を戻そうか。これからはカルカロドントサウルスの新種を紹介していくぜ。興味あるわ。2012年、南米パタゴニア地方北部で、カルカロドントサウルスの新種が発見されたぜ。一体どんな恐竜なの？ほぼ完全な頭、腕、下半身を含む最も完全な状態の化石が発見されたんだ。あら、それって結構珍しいんじゃないかしら。そうだな。現在までに見つかったカルカロドントサウルス科の骨格の中で、最も完全な状態のものの一つだ。完全骨格の発見、たまらないわね。この新種は、メラクセスギガスと命名された。全長は約11メートル、体重は4トン以上もあったんだぜ。大きいわね。さすがカルカロドントサウルスの仲間だわ。カルカロドントサウルスといえば、アロサウルスのように長くて頑丈な腕が特徴なんだが。ああ、さっきナイフとフォークを持つって冗談で言っていたやつね。この新種の恐竜には、大きな頭や短い前足など、ティラノサウルスと共通する特徴があったんだ。それって、もしかして何か重要な意味を持つのかしら。近年ではティラノサウルスの短すぎる腕は、巨大で力強い顎とその筋肉が大きく進化するのと引き換えに、彼らの腕は小さくなったという説が定説なんだ。何かを犠牲にして、代わりにある部分を発達させて進化していくのね。メラクセスギガスとティラノサウルスは、共に狩りの方法の影響で、腕が小さくなるにつれ、頭は大きくなるという同じような進化を遂げたという説があるんだ。頭が大きくなるってことは、頭脳派になったってことかしら。とりわけ獲物の捕獲に関して、前足から頭に機能が移転したということだろうな。大きな体に鋭い歯、頭脳派ときたら、叶うものはいなかったかもしれないわね。まさに最強恐竜だっただろうな。もう一種紹介するぜ。2020年、ポルトガルリスボン大学、スペイン国立通信教育大学によって発見された、新種のカルカロドントサウルスの仲間だ。あら、かなり最近の話ね。約1億5300万年前に生きた幼体と、1億4500万年前に生きた生体の化石だぜ。時代は結構古い感じがするわね。これは共にジュラ紀後期、北半球で見つかったものでは最古になるな。冒頭の紹介で、カルカロドントサウルスは白亜紀に生息していたってことだったけれど、新種はジュラ紀の地層から発見されたのね。時代とともに、発見された場所も重要だったんだ。ポルトガルのルシタニア盆地で発見されたから、ルソベナトールサントシカッコルシタニアの狩人と名付けられたぜ。そうなんだ。これまでのカルカロドントサウルスはどこで発見されていたの？世界各地でカルカロドントサウルス科の恐竜は確認されているぜ。南アメリカ、ヨーロッパ、アジア、サハラ砂漠などだな。範囲が広いわね。一体どうやって海を渡ったのかしら？2億年前の大陸は、パンゲアとして一つなぎになっていたんだよ。すごい、合わせるとパズルみたいにぴったりね。1億8000万年前に北のローラシアと南のゴンドワナに分裂して、その後、ローラシアもユーラシア大陸と北アメリカ大陸に分かれていったぜ。大陸移動説ってやつね。カルカロドントサウルスが世界各地に分散している理由として、ポルトガルスペインを含むイベリア半島が、重要な中継点になったのではないかと言われているんだ。なるほど、確かにここを通ればいろいろなところに行けるわ。ルソベナトールサント氏は、イベリアを通り、世界各地に移動して各地の覇者となったのかもしれないな。大陸の移動によって、恐竜たちが様々な場所で発見されるのは、とてもロマンがあるわね。カルカロドントサウルスが世界中に君臨していたこと、白亜紀初期中期ではティラノサウルスより強かったことがわかったかな？カルカロドントサウルスの魅力もたっぷりと堪能したわ。
時代によって進化する恐竜は、王者の座をキープし続けるのは難しいということだな。でも今日を境に、最強恐竜として、カルカロドントサウルスもあげようと思う。いいと思うぜ。その呼び名にふさわしい恐竜だ。もっともっと有名になっていくといいな。さて、今回はまだまだ謎の多い恐竜、スピノサウルスについて紹介していくぜ。あら、確か2021年にもスピノサウルスの動画があったわよね。すごく面白かったわ。ああ、2021年度版の動画もあるからぜひ見てほしいんだぜ。今回はこれまでの情報を整理しながら、2022年に分かった最新情報を紹介していくぞ。どんなことが分かったのかしら？早く知りたいわ。まずは、スピノサウルスの基本情報について、おさらいしていこう。お願いします。スピノサウルスは中世大白亜紀、1億3500万年前から9000万年前に生息していた恐竜だぜ。全長は推定10から18メートル、体重は6から9トンと推測され、史上最大の肉食恐竜と言われているぜ。あの暴君という意味を持つ、ティラノサウルスの大きさを超えたのよね。そして、ワニのような細長い鼻面で、背中には 1.8 メートルにもなる大きな帆を持つのが特徴だな。その大きな帆はオス同士の威嚇、体温調整の役目があったとされているぞ。うんうん。スピノサウルスといえば、背中の大きな帆が思い浮かぶわ。そして、スピノサウルスは獣脚類に分類され、この分類群は大型肉食恐竜であるティラノサウルスや、小型肉食恐竜のベロキラプトルなど、二足歩行する恐竜の仲間がほとんどなんだぜ。強そうな恐竜ばっかりじゃん。ここからは、スピノサウルスの研究の歴史について見ていくぞ。まず、第二次世界大戦の爆撃により、スピノサウルスの化石標本が失われたことで、研究がなかなか進まなかったって話は覚えているか？もちろん覚えてるわよ。2021年度の動画で紹介されてたもん。ちゃんと覚えてたんだな。その後、徐々に新たに発見された化石や、1915年に初めてスピノサウルスの化石を発見した、シトローマー博士の論文を参考に、全身復元骨格が組み立てられたんだ。どんな感じに復元されたのかしら？2022年現在のスピノサウルスとは違ってたのかしら？その時は後ろ足が長く、二足歩行で歩き回るというものだったぞ。つまり、ティラノサウルスなどの他の獣脚類と、基本的には変わらない姿だったんだ。ジュラシックパーク3に出てきたスピノサウルスも、そんな感じだったわね。そうだったな。そして、2014年にはイブラヒム博士らにより、スピノサウルスの新たな復元が発表されたんだ。この時には新しい化石も発見されていて、新たに分かったことがたくさんあったんだぜ。へえ、ワクワクするわ。まず、スピノサウルスは獣脚類としてはかなり珍しく、後ろ足が短かった可能性が指摘されたんだぜ。しかも、その後ろ足には水かきがあったということも分かった。そうね。ティラノサウルスやラプトルも後ろ足が長いわよね。でも、後ろ足が短いとなんだかバランスが悪い気がするんだけど。お、霊夢いいところに気づいたな。その通り、後ろ足が短いと二足歩行では非常にバランスが悪くなる。以上のことから、スピノサウルスはこの時に、すべての足をつけて歩く四足歩行に描き直されたんだぜ。二足歩行から四足歩行に変わったなんて、イメージがだいぶ変わってくるよね。そうだな。さらに、また、水かきをはじめとする、様々な特徴から、スピノサウルスは水中に体の大部分を沈めて生活する、半陸半水の生活を送っていたと考えられたぞ。じゃあ、泳いでたってことかしら、半陸半水の生活なんて、ますますイメージが変わってくるじゃない。だな。ところが、2018年ヘンダーソン博士らが新たな研究成果を発表したんだぜ。今度はどんなことが分かったのかしら？まさか、空を飛んだなんて言わないわよね？それはさすがに行き過ぎなんだぜ。博士らはコンピューターを使って、スピノサウルスにどのくらいの浮力があったのかを計算したんだ。その結果、スピノサウルスは水中に潜るためには浮力がありすぎることが明らかになったんだぜ。浮いちゃって、思うように潜れないってことかしら？そうだな。つまり、スピノサウルスは泳ぐのがあまり上手じゃなかったってことだ。2014年の、水中に体の大部分を沈めて生活していたという研究とは、また違った結果になったのね。それから2020年にはまた、イブラヒム博士たちによって、30個以上の尾骨の化石が発見され研究された。その結果、スピノサウルスの尾は非常に強力な上、大きなヒレがついていたことが明らかになったぞ。え、ちょっと待って。ってことは、スピノサウルスはそのヒレを使って、上手に泳いでいたってことも、考えられるんじゃないかしら？そうだ。またスピノサウルスは泳ぐのが上手だった説が浮上してきたってわけだな。
泳いで獲物を追いかける川のモンスターだったとも言われているぜ。川のモンスター？一体、泳ぐのが上手だったのか、そうではなかったのか、混乱しちゃうよ。ちなみに、この時新たに復元されたことでまた二足歩行説も出てきたんだ。恐竜の姿や生態などは、今後も化石の発掘とともに変わっていく可能性は十分あるぜ。一体、二足歩行と四足歩行どっちだったのかしら？私はやっぱり二足歩行のイメージが大きいけど、あのジュラシックパーク3のインパクトは大きかったからな。話を戻そう。さらに、泳ぐのが上手だった説を裏付ける研究も発表されたぜ。それは、スピノサウルスの歯化石が見つかった場所とその数に着目したものだったぞ。うん？歯の化石と泳ぎが上手なことの何が関係しているのかしら？説明していくぜ。まず、スピノサウルスの歯化石が河川でできた地層から見つかったんだ。ただ、河川でできた地層から見つかっただけでは水生の証拠には不十分だけどな。どうして？陸に住んでいる恐竜であっても、死体が河川に流されてきた可能性があるからな。なるほど。そういうことも確かにありそう。実際、同じ場所からは魚の化石の他に陸に住む恐竜の歯化石も発見されているんだぜ。そうなのね。しかし、今回歯化石が見つかった場所では、スピノサウルスの歯化石が圧倒的に多かったんだ。このことからスピノサウルスの歯化石は、彼らが水中で過ごしている間に抜けたものではないかと考えられたんだぜ。つまり、スピノサウルスは水中で過ごしている時間が多かったってことかしら。泳ぎが上手だったってことにつながるわね。ああ、だが2021年、ホーン博士とホルツ博士がスピノサウルスの化石を再分析したところ、スピノサウルスは、あまり水中生活が得意ではなかったとの指摘をしたんだぜ。またまた反対意見が出てきたの？二人は解剖学的な証拠を調査し、その結果として、スピノサウルスは現代のコウノトリやサギのように、水辺で獲物を待ち、水に頭を突っ込んで捕食していたということなる見解を示したんだぜ。ふうむ。水辺でのんびり獲物を待ち構えていたとしたら、水中で過ごしている時間が多かったってこととは、大きく違ってくるわね。また二人の博士らは2020年に発表された、大きな尾については、水中で泳ぐことには役立ったかもしれないが、獲物を追いかける速度を出すことはできなかったのではないかと、指摘しているぞ。なんだか意見が真っ向から、対立しているみたいだわ。ああ、スピノサウルスに水陸両方とのつながりがあったことはまず間違いない。ただ、スピノサウルスは水陸それぞれでどれくらい過ごしていたのかや、水中でどのように移動し、狩りをしていたかについてはまだ意見は分かれている状態だな。そんな感じがすっごく伝わってくるよ。とまあ、このような流れで少しずつだが、スピノサウルスについての謎が明らかになってきたんだ。じゃあ、いよいよ2022年に新しく分かったことについて話していくぜ。ちょっと待ってマリサ。その前に私どうしても気になることができてしまったわ。なんだ霊夢？どうしたんだ？恐竜っていうのは、陸上二足歩行で歩く爬虫類のことを言うって聞いたことがあるんだけど。そうだな。恐竜の本質を伝えるためわかりやすくそう言っているな。だよね。だとしたら多くの時間を水中で過ごしていたかもしれないスピノサウルスは、恐竜じゃないってことになるかもしれないの？心配になってきちゃったよ。まあ、疑問に思う気持ちはわかる気がするがそれはちょっと違うんだぜ。だってでも、空を飛ぶプテラノドンみたいなよく言うや、海にいるモササウルスとかも恐竜じゃないでしょ？だったら、いいかレイム。まず、生物の分類っていうのは骨格の特徴とかをよく見ていって、共通の祖先から派生した子孫を一つのグループとして考えるんだ。そうなの？そして恐竜の分類というのは、一つの祖先から派生したものすべてを恐竜と言っているんだぜ。ふむふむ。つまり、スピノサウルスは他の恐竜と同じ祖先から派生したもののうちの一つだから、水中で過ごす時間が多かったとしても恐竜であることに変わりないんだぜ。そうなのね。安心したよ。もしも恐竜じゃなかったとしたらってドキドキしちゃったわ。では、霊夢の心配がなくなったところで2022年の最新情報を紹介していくぜ。スピノサウルスの研究に何か動きはあったのかしら？3月25日イギリスの科学雑誌、ネイチャーに発表された研究によると、スピノサウルスの骨は密度が高くて沈みやすく、ペンギンやワニなど、水中に潜って生活することの多い動物の特徴と似ていたことが分かったぞ。またまた、2021年の研究とは反対の結果が出てきたわね。そうだな。なんと研究グループは、絶滅したものを含めて水中や陸上で生活した、およそ300種類の動物の骨の密度を調べたんだぜ。300種も？ものすごく地道じゃん。一つ一つ紐解いていく感じかしら。そして、ティラノサウルスをはじめ陸上で生活していた動物は、比較的骨の密度が低い傾向が見られ、研究グループは、スピノサウルスは水中に潜って狩りをし、
魚などを捕食していた可能性が高いとした。骨密度でそんなこともわかるんだね。科学の力は本当にすごい。想像もつかない遥か昔のことまでわかっちゃうんだから。ちなみに今回の見解は、水生環境への適応がスピノサウルスか恐竜に現れたのが、白亜紀前期のことで、スピノサウルスか恐竜が、他の大型肉食恐竜から派生したジュラ紀前期より、後だったことを暗示しているぜ。ってことは、スピノサウルスが他の恐竜から派生して、進化していく中で、水生環境に適応していったことになるのかな。そういうことだな。それと、スピノサウルスか恐竜は骨密度が高かったことで、水中に入った時の浮力調節がしやすかった可能性もあると言われているぜ。確か、スピノサウルスは浮力がありすぎて、思うように潜れないっていう研究結果があったよね。そうだぜ。2018年に発表された研究だな。今回は、スピノサウルスの水中生活説を後押しする結果だけど、また今後反論する研究結果が出てくるかも。2014年以来、スピノサウルスに関しては、水中生活が主体だったという説と、そうではなく、水辺で暮らしていたという説が発表され、どちらが正しいとは言えない状態が続いているからな。スピノサウルスは人気のある恐竜だし、今後の展開が楽しみだわ。続いて、新しく発見されたスピノサウルスの新種を紹介するぜ。新種って聞くとテンション上がっちゃう。今回も2021年に新種が見つかった場所と同じ、英国南部に浮かぶワイト島で発見されたぜ。同じ島で見つかったなんて、もしかしたら一緒に行動してたかもしれないわね。正式名称はまだないが、現時点では発見された白亜の地層にちなんで、ホワイトロックスピノサウルスと呼ばれている。ホワイトロックスピノサウルスってなんだかロマンチックだわ。学術誌ピアージライフ&エンバイロメント2022年6月9日付に掲載された研究によれば、ティラノサウルスよりも大きく、背中から平らな穂が突き出ていた水陸両用のスピノサウルスの近縁と考えられるようだ。2021年に見つかった、新種のスピノサウルスよりも大きかったのかしら？そうだな。かなりの巨体で体長は約20メートルを超えており、その寸法から判断するに、おそらくヨーロッパ最大の肉食恐竜だったと説明されているぞ。ヨーロッパ最大か。さすが、スピノサウルスは史上最大って言われるだけあるわね。今回の化石が発見されたのは、ワイト島コンプトンチャイン付近にある白亜紀の岩石で、巨大な骨盤と鼻椎などが発掘されたぞ。ただ残念なことに数はあまり見つからなかったんだぜ。そっか。復元できるほどの数がなかったってことかな。ヨーロッパ最大とかいう種数が見つからなかったのは、ちょっと残念。そして、化石が閉じ込められていたベクテス層は、1億2500万年前に海面が上昇した際、その堆積物が淡水の浅い湖に入り込んで形成されたものだぜ。へぇ？じゃあホワイトロックスピノサウルスは、そうした浅い湖を獲物を求めてぶらついていたってことになるのかしら？そう思うと太古のロマンを感じるわね。だな。実は、もう一つ新種が見つかっているんだぜ。もう一つ？すごいじゃない。約1億3000万年前に生息した新種のスピノサウルスの化石が発見されたんだ。ただ実はこれは新規の発見ではなく、1999年にポルトガルの地層から出土したものなんだぜ。え、1999年に発見されていたのに新種って？どういうことかしら？2011年の研究で、スピノサウルスに近い、バリオニクスワルケリと発表されはしたんだが、疑問点も多く、その後も論争が続いていたんだ。そして、再分析でスピノサウルスの新種であることが分かったんだ。ふーん、そういうこともあるんだね。ホワイトロックスピノサウルスは、ヨーロッパ最大の肉食恐竜だったなんて言ってたけど、今回のはどんな特徴があったのかしら？研究チームは、1999年に化石を発見したアマチュア古生物学者、カルロス・ナタリオ氏の名前を取って、イベロスピナス・ナタリオイと新たに命名したぞ。そうなのか。今回のはスピノサウルスとは名前についてないんだね。またチームによると、新種の推定サイズは全長約10メートル、重さ3トンに達し、顔はワニのように細長くて、他種のスピノサウルスと同様に、水中を泳いで魚を捕食できたと考えられているぜ。そこまで大きいわけではなかったのか。でもやっぱり水とは深く関係していたみたいだね。これからも良い化石が見つかって、どんどん謎が明かされていくことを願うわ。そうだな。化石こそが、過去に滅んだ生物に迫る最大の手がかりだからな。わぁ、そう聞くと太古のロマンを感じるよ。スピノサウルスの全身の大部分が残った化石が、たくさん発見されるのを願うばかりだな。ねえマリサ、ギガノトサウルスって知ってる？もちろんだぜ。映画やゲームなんかにも出ていて有名だよな。そうそう、そこなのよ。何の話だ？
ティガノトサウルスってすごく有名だけど、どんな恐竜だったのかあんまり知らないのよね。なるほどな。確かに知名度は高いが、実際には名前しか知らないなんていう人も多い恐竜かもな。そうよねー。ティラノサウルスとかみたいに超有名だったら、名前や見た目以外も知ってるよって人も多いんでしょうけどね。そうだな。それじゃあ今回は、ティガノトサウルスの解説をしていくか。え、いいの？もちろんだ。いろんな古代生物のことを知ってほしいからな。マリサ優しい。それじゃあ今回もよろしくね。よし、任せてくれ。まずはティガノトサウルスの基本情報から話していくぜ。生息年代や大きさね。そうだ。ティガノトサウルスは白亜紀後期の約9800万年前から9600万年前の南アメリカ大陸に生息していた大型肉食恐竜だ。大陸の中でも森林地帯や氾濫原に生息していたぜ。氾濫原って何？氾濫原とは、洪水が起きた時に河川などからの浸水によって、氾濫してしまう範囲内にある平原のことだ。結構危険なところに住んでたのね。確かに大雨が降った時なんかは危険な場所だが、普段は近くに水辺がある平原ということで住みやすい地形だったのかもしれないぞ。そう考えると野生動物からしたらそこまで悪くない条件だったのかもね。そうだな。次はギガノトサウルスのサイズについてだ。イメージ通りすごく大きいのかしら。ギガノトサウルスの全長は約12から13メートル、体重は約7から8トンほどあって、カルカロドントサウルス科の中でもトップクラスのサイズを誇っているんだ。さらに、獣脚類の中でもスピノサウルスに並んで最大級のサイズだったと認められているぜ。そんなに大きな肉食恐竜はかなり珍しいんじゃない？確かにあまり多くはないが、ギガノトサウルスと同じくらいか、少し小さいくらいの肉食恐竜は結構いたんだ。そうなの？さっきも言った通り、ギガノトサウルスは、一人類系獣脚類のカルカロドントサウルス科に属する大型の恐竜なんだ。そうだったわね。そのカルカロドントサウルス科の恐竜たちは全長が大きくてな。ほとんどが12から13メートルもあり、ティラノサウルスと同じくらいかそれ以上のサイズになる場合が多いんだ。ちなみに共通点としては、大きな頭と短い前足などが挙げられるぜ。へぇ、ギガノトサウルスたちの種類全体が大型だったのね。そういうことだな。ギガノトサウルスはその中でも大きな恐竜だったということだな。やっぱりイメージ通りの、すごい迫力ね。次は名前と発見について軽く話すぜ。これはあまり知られていないが、ギガノトサウルスは正式な学名を、ギガノトサウルスカロリニー、と言うんだ。私も正式な学名は初めて聞いたわ。恐竜の正式学名はあまり知られていないからな。この名前にも何か意味があるんでしょ。ああ、ギガノトサウルス、とは、古代ギリシア語で、巨大な南のトカゲ、という意味を持つんだ。これは生息地と体の大きさが由来なのね。その通りだ。当時もそれだけ大きさの印象が強かったんだな。それじゃあ、カロリニーはどういう意味なの？これは特別な意味があるわけじゃなく、発見者であるルーベン・カロリニ氏の名前にちなんだものなんだ。なるほどね。じゃあ次はギガノトサウルス発見についての話。そうだな。まず驚くべきことに、発見者であるルーベン・カロリニ氏は、プロとして化石発掘をしている人じゃないんだ。え、じゃあどうやってギガノトサウルスを見つけたの？実はルーベン・カロリニ氏は、趣味の一環として化石発掘を楽しんでいる際に偶然ギガノトサウルスを発見したんだ。偶然って、凄すぎない。まったくだ。偶然発見した化石が新種の恐竜で、名前の一部に自分の名前を付けられたんだから、すごい強運の持ち主だよな。ほんと、羨ましい限りよ。当然このことは大々的に発表され、これをきっかけにルーベン・カロリニ氏は一躍時の人となったんだ。そりゃそうよ。さらに当時、肉食恐竜最大級のティラノサウルスよりも、大きな肉食恐竜を発見したということもあって、ルーベン・カロリニ氏はアルゼンチン全土で高い知名度を誇るほどにまで有名になったんだ。本当に羨ましいわ。私も化石発見できないかしら。無理だと思うぜ。化石大国とも言われるアルゼンチンだからこそ成し得たんだろうからな。じゃあアルゼンチンで化石を掘ることにするわ。やれやれだぜ。今度はギガノトサウルスの狩りについての考察を解説していくぜ。面白そうね。どんな方法で獲物を飼っていたのか気になるわ。突然だが、霊夢はボーンベッドって知ってるか？全然わからないわ。そのボーンベッドって何なの？ボーンベッドとは、古代生物の骨や骨の破片を多く含む、特定の地層や堆積物のことなんだ。骨層と言われることもあるな。へぇ、それは古代生物の生態を知る上で大切な情報ね。ああ、同じ生物のボーンベッドなら群れを作っていた可能性があるし、別の生物同士のボーンベッドの場合は何を食べていたのかの手がかりになるからな。それで、そのボーンベッドがどうしたの？実は、アルゼンチンのパタゴニアで、
ギガノトサウルスのボーンベッドが見つかったという報告がされたんだ。それってつまり、ギガノトサウルスが集団で行動してたってこと？そうだ。これを根拠に、ギガノトサウルスは社会性を持って群れをなしたり、一時的な集団を形成して狩りを行ったりしていたという考察がされているんだ。ギガノトサウルスの狩りは集団で行われていたのね。正直かなり意外だったわ。集団のイメージはあんまりなかったよな。そして、現在では集団でアンデサウルスなどの有脚類を捕食していた。という説が濃厚とされているぞ。こんなに大きな肉食恐竜に集団で襲われたら絶対助からないよ。私たちはもちろん、大型の恐竜たちでも生存できる可能性は低いよな。他には何か、ギガノトサウルスの狩りについての特徴ってないの？もちろんあるぜ。あとはギガノトサウルスの鳩顎についてだ。鳩顎といえば肉食恐竜の最大の武器よね。一体どんな話なの？ギガノトサウルスの歯は、骨を砕いたり獲物を一撃で仕留めたりするのに適しておらず、相手の肉を切り裂いたり生きた獲物を出血させたりするのに優れた、短剣やナイフのような形状をしていたんだ。ギガノトサウルスの歯は獲物を切りつけるのに優れていたのね。ああ、ちなみにティラノサウルスなんかの歯は、前者の骨を砕く場合や獲物を仕留める場合に適していたんだ。ギガノトサウルスもティラノサウルスみたいに、獲物に豪快に噛みついて狩りをしていたと思ってたわ。イメージが少しずつ変わっていくな。じゃあ次はギガノトサウルスの顎についてだ。獲物を切り裂く歯の形なら、もしかすると顎の力はそこまで強くなかったんじゃないかしら。さすがだな。霊夢の言う通り、ギガノトサウルスはイメージに反して攻防力、つまり顎の力が弱く、約1トンほどしかなかったと言われているぜ。1トンって聞くと結構強かったように思えるけど。だが、これは大型の肉食恐竜において強いと言える数値ではなかったんだ。ギガノトサウルスのように相当な大きさならなおさらだぜ。ちなみに、人間の攻防力は 70kg ほどらしいぜ。こうして数字で見てみると、私たちも意外と顎の力があるのね。ああ、顎の力は咀嚼する上で必要不可欠だから、そのくらいあっても不思議じゃないけどな。じゃあ顎の力も弱かったギガノトサウルスは、集団で狩りをしないと獲物を仕留められなかったのね。その通りだ。いくら大型肉食恐竜といえども、獲物を仕留めるのに適した形の歯を持っていない上に、攻防力も弱かったギガノトサウルスが、単独で大型のユーアシタ部位を飼っていたと推測するのは無理があるからな。いくつもの根拠がギガノトサウルスの集団行動説を後押ししているのね。そのため、ギガノトサウルスの狩りの方法としては、有脚類の一頭に狙いを定め、ナイフのような派手いものに複数の切り傷を負わせて、出血により弱り切った獲物を集団で捕食していた、と考えられているんだ。なんだか今までのイメージが全部崩れていったような気がして少し残念だわ。おいおい、サイズなんかはイメージ通りだって喜んでたじゃないか。だって、まさか単独ではそこまで強くなかったかもしれないとは思わなかったのよ。霊夢の気分が少し落ちてしまったな。じゃあ元気がなくなった霊夢のためにも、ここらで少し思考を変えて、ギガノトサウルスの研究過程での専門家がやらかしてしまったことについて話すとするぜ。専門家がやらかしって、何か事件を起こして捕まっちゃったとか、そんな重い話はしないぜ。だから、軽い気持ちで聞いてくれ。それなら安心ね、わかったわ。よし、さっきギガノトサウルスの発見について軽く話したろ。そうね、ルーベン・カロリニさんが偶然発見したって話よね。ああ、当時のギガノトサウルスは、発見された時点で1個体のほぼ全身の骨格が揃った状態の化石だったんだ。一箇所でほぼ全身の骨格ってとってもすごいことじゃない。ああ、なかなかお目にかかれるものじゃないぜ。だが、その全てが保存されていたわけじゃなく、研究にかけられる時にはところどころの骨と頭蓋骨の大部分が欠損していたんだ。それでもかなりの骨が保存されていたんだもの十分すごいわよ。もちろんそれはそうなんだが、頭蓋骨は恐竜の大きさを推定する上で非常に重要な情報だったんだ。じゃあ、その頭蓋骨の一部がなかったら推定は大変そうね。そうなんだ。そのくらいの問題は多くの恐竜に見受けられるから、多くの場合は過去の他恐竜のデータを元に大きさを推測するんだが、問題はここからなんだ。一体何をやらかしてしまったのかしら。実は当時の専門家が、ギガノトサウルスの重要な部分の骨がないのをいいことに、大きさを持って発表してしまったんだ。具体的には、体長約14メートル、体重は約8から10トンほどだったなどの内容だったそうだぜ。それはやってるわね。それに、かなり持ってるじゃない。だろ？これには当然他の専門家からの指摘が集まったんだ。その結果現在の、体長約12メートルから13メートル、体重約7から8トンほど、という推定に落ち着いたようだぜ。勝手に持った情報を発表しちゃうなんて、なんでそんなことしちゃったのよ。
それは、当時ティラノサウルス以上の巨体を持つ肉食恐竜ということで、張り切りすぎた結果スペックを大きく見積もってしまったから、らしいぜ。確かに張り切りすぎちゃう気持ちはわかるけどね。今でこそ笑い話だが、当時の専門家たちはかなり混乱しただろうな。失礼だけど、それを想像すると微笑ましいわね。霊夢も元気になってきたことだし次の解説に行くぞ。次はギガノトサウルスとティラノサウルスを見比べてみるとするぜ。ギガノトサウルスって、完全にティラノサウルスより強いって印象だけどどうなのかしら。その辺もおいおい、考察解説していくから楽しみにしておいてくれよな。それはすごく気になるから、楽しみに待ってるわ。まずは2頭の体長比較についてだ。イメージ的にはギガノトサウルスの圧勝って感じだよな。そうね。私もそう思ってるわ。ギガノトサウルスの体長が約12から13メートルなのに対して、ティラノサウルスは現在までに発見されている個体の中での最大体長が約13メートルなんだ。あれ？あんまり変わらないのね。ああ、どうやら実際にはティラノサウルスと同じくらいか少し大きい程度だったそうだぜ。じゃあ体長勝負はギガノトサウルスが僅差で勝利ね。次は体重だ。ギガノトサウルスの体重が約7から8トンほどだったのに対して、ティラノサウルスは最大で約9トンにもなる個体が発見されているんだ。体は大きいのに体重は負けてるのね。この理由として、ギガノトサウルスはティラノサウルスに比べて横幅が狭いんだ。その体格の違いが体重の差を生んでいると考えられるそうだぜ。体重勝負はティラノサウルスの勝利ね。続いて攻防力勝負だ。さっきの解説のこともあるし、これはティラノサウルスが勝ちそうね。霊夢の言う通りだ。ギガノトサウルスの攻防力が1トンほどだったのに対して、ティラノサウルスの攻防力は、なんと約 3.5 トンから最大で約6トン近くにもなるんだ。ティラノサウルスの圧勝じゃない。ティラノサウルスの顎の力は、車を噛み砕くことができるほど強力だったそうだぜ。それじゃあギガノトサウルスに勝ち目はないわね。次はスピード勝負だ。ギガノトサウルスは時速約49メートルで走ることができたと考えられているんだ。すごい。車と同じくらいの速度だったのね。ああ、それに対してティラノサウルスは時速約29メートル程度の、スピードしか出せなかったという説が有力視されているんだ。ティラノサウルスって意外と遅かったのね。諸説あるが時速40から59メートルで走るのにティラノサウルスの足の骨では、強度が足りなかったと言われているぜ。スピードはギガノトサウルスの圧勝ね。最後は賢さ勝負だ。二頭ともパワー型って感じで、あんまり賢い印象がないわね。だが実際には、ギガノトサウルスは嗅覚が鋭く、ある程度の社会性も持っていたため知能が高かったと言われているぜ。確かにそこそこの知能がないと集団行動はできないわね。だがティラノサウルスも負けてないぞ。ティラノサウルスはギガノトサウルス以上に嗅覚が鋭かったんだ。狩りなんかで、足の遅さをカバーしていたのね。ああ、それにティラノサウルスの脳容量はギガノトサウルスの約 1.5 倍もあって、物体を立体的に見ることができたと考えられているんだ。二頭とも意外と頭がいいのね。でも、賢さ勝負はティラノサウルスの勝利みたいね。ちなみに、ティラノサウルスは鋭い嗅覚と優れた視覚を活かして、夜間の不意打ちで獲物を飼っていたと考えられているぜ。足の遅さをいろんな方法でカバーしていたのね。ティラノサウルスは意外と頭脳派だったのかもしれないわね。最後に、気になっていたであろう2頭の対決を考察していくぜ。これは熱いわね。でも実際に2頭が戦うことはあったの。それなんだが、ギガノトサウルスは、約9800万年前から9600万年前に生息していたのに対して、ティラノサウルスは約6800万年前から約6600万年前に生息していたため、実際の対決はなかったそうだ。当然、そのような痕跡が見受けられる化石も見つかっていないぜ。じゃあ今までのデータを元に2頭の対決を考察するってことね。そういうことだ。私は解説を担当するから、霊夢は実況を頼むぜ。解説と実況って、格闘技でも見てるみたいね。恐竜同士のプロレスって感じで見てもらった方が面白いと思ってな。一理あるわね。じゃあそろそろ始めましょうか。それじゃあゴングを鳴らすぞ。恐竜界のキングを決める戦いが始まったわね。現王者のティラノサウルスと挑戦者のギガノトサウルスってところかしら。お互い様子を伺っているわね。お互いに初めて戦う相手だからな。お互いの出方を探っているようだぜ。最初にギガノトサウルスが仕掛けたわね。ティラノサウルスも避けきれずに攻撃を受けてしまったわ。ギガノトサウルスはティラノサウルスに比べると、体が軽くて持久力もある上にスピードも上回っていたからな。ティラノサウルスよりも身軽に立ち回れるんだろうぜ。ティラノサウルスもすかさず噛みつこうとしたけど、うまく避けられてしまったわ。攻撃力や歯による殺傷力はティラノサウルスが圧倒的に強いため、
ティガノトサウルスは一撃でも食らったら致命傷にもなりかねないからな。カウンターを狙っているんだろう。ティガノトサウルスも少しずつ攻撃の数を増やしているわね。攻撃しては引いてを繰り返しているわ。ティガノトサウルスは、ヒットアウェイを繰り返し、ティラノサウルスに少しずつ切り傷を負わせて失血死させるという、戦法をとっているんだろう。カウンターを食らった時点で結果が見えてしまうからな。ティラノサウルスの体の傷がどんどん増えていくわね。それでもなかなかカウンターは決まらないみたいだわ。ティガノトサウルスの動きについていけないんだろうな。瞬発力にも差があるのがわかるぜ。あれ？でも、ティガノトサウルスの動きが少しずつ鈍ってきているように見えるわ。持久力もスピードも上回っているとはいえ、当然消耗はするからな。スタミナが限界に近づいているのかもしれないぜ。明らかにギガノトサウルスの動きが遅くなったわ。ティラノサウルスのカウンターをかわすのもギリギリになってきてるわよ。そろそろスタミナが切れてきたんだな。知能でも劣っていたギガノトサウルスが、ティラノサウルスに失血死に至るまでの切り傷をつけるのは現実的ではないんだろう。ティラノサウルスがギガノトサウルスの動きを捉えたようね。そのままギガノトサウルスの尻尾に噛みついたわ。ティラノサウルスもかなり体力が多いからな。ギガノトサウルスにとって有利な長期戦に持ち込んでも、スタミナが足りないようだぜ。そのままティラノサウルスが、ギガノトサウルスの尻尾を噛みちぎったわ。ティラノサウルスの攻防力なら大型恐竜の尻尾でさえも簡単に噛み砕けるからな。ここでギガノトサウルスがダウンしてしまったわ。これは勝負ありね。勝者は現王者のティラノサウルスだぜ。面白い戦いだったんじゃないかしら。ギガノトサウルスもかなりダメージを与えたようだが、ティラノサウルスに勝つのはかなり難しかったようだな。ティラノサウルスにはかなわなかったのね。やっぱり2頭の間にある攻防力の差が大きすぎるな。ギガノトサウルスは負けちゃったけど、恐竜の中では十分強かったのよね。もちろんだ。ギガノトサウルスも、他の大型肉食恐竜と共に、当時の食物連鎖の頂点に位置していたと思うぜ。やっぱりそうよね。負けちゃったけど、強いことには変わりないんだもんね。ああ、ただティラノサウルスが強すぎたんだぜ。手に汗握る戦いを見せてくれた2頭に拍手を送りたいわ。頭にブーメランみたいなものがついている恐竜がいるじゃない？パラサウロロフスのことか？そうそう。あのブーメランはやっぱり攻撃に使っていたのかしら？頭突きのための武器に見えるよな。だが実は武器ではなく、ある重要な役割を担っているんだ。なになに？詳しく教えて。以前、パラサウロロフスのトサカについて解説したのを覚えているか？もちろんよ。当たり前じゃない？怪しいな。それなら武器じゃないってわかっているはずなんだが。まあいいか。前回の内容もおさらいしつつ詳しく解説しよう。パラサウロロフスのトサカの内部には、鼻腔から頭骨後方へと伸びる骨の管がある。骨の管はトサカの先端で折り返して、頭骨内部へと繋がっているぞ。ああ、思い出してきたわ。管は微動が膨らんだもので、呼吸の時に空気がトサカの中を通過するのよね。ああ、パラサウロロフスの骨の管の全長は 1.8 メートルだ。だが内部構造が複雑になっていて実際に空気が通る管の全長は3メートル以上に達する。それで、何に使っていたか思い出したか？シュノーケルみたいな役割だった気がするわ。それは以前の説として紹介したな。トサカの先端には穴がないためまでは否定されているぜ。あらら？水中で呼吸するための空気タンク説もあったな。この説も、体の大きさに対して容量が小さすぎるから否定されている。うん？パラサウロロフスって水生の恐竜だったかしら？パラサウロロフスの所属するハドロサウルス科は、1960年代までは水陸両用であるという仮説が一般的だった。だから、トサカの使い道も水生生活への適応に焦点を当てていたぜ。なるほど。だから水中で役に立つ機能が挙げられたのね。そうだ。他にも武器として使っていた説や、ヘルメットのような役割をしていた説などたくさんあったぜ。現在では、鼻腔内部で声を反響させることでより大きな声を出す役割があった説が主流だな。へぇ？どんな音だったのかしら？管楽器のような構造になっていて、トサカ内で共鳴して、鳴き声を増幅できたと考えられている。パラサウロロフスの鳴き声は低くて太く、トロンボーンのような音だったみたいだぞ。パラサウロロフスの鳴き声を再現した音を聞いてみよう。すごい。こんな声だったのね。
冠の大きさや形状、鼻孔の長さによって音には多少個体差があったと思われるがな。低音の鳴き声は肉食動物には認知されにくいとされているぜ。捕食者に聞こえにくい鳴き声は有利に働きそうね。仲間とのコミュニケーションや危険を知らせるのに都合がいいな。鳴き声は他にも、敵を威嚇するために大きな音を立てることに使われていたようだ。ほうほう。鳴き声をうまく利用していたのか。ハドロサウルス類は、強い聴覚を持っていたという、解剖学的証拠が見つかっているぜ。へぇ、どんな証拠だったのかしら？アグミ骨と呼ばれる耳の骨が所定の位置にあることと、頭骨に鼓膜のための大きなスペースがあることだ。この二つの証拠は、音に敏感だったことを暗に示しているぜ。なるほど。耳がいいと鳴き声をより有効に活用できそうね。そうだな。トサカはオスの方が大きい傾向にあるんだ。このことから種や性別を識別するのに使われていたとも考えられている。やっぱりオスの方がトサカが大きいのか。ハドロサウルス科の恐竜たちはどうやって種を見分けていたのかしら？同じハドロサウルス科でも皆違った個性的なトサカを持っていたぞ。種の識別は、ハドロサウルス科のトサカが進化した理由の一つであるとも言われている。個性的なトサカって、ツンツンしたやつとかもいたのかしら？後でそれぞれを紹介するぜ。楽しみに待っていてくれ。ハドロサウルス科は、中高生で鋭い視力を持っていたんだ。このことからも、視覚が重要な役割を果たしていたと思われるぜ。耳も目も良かったのか。甘い鳴き声を発するイケメンがいたらメスはメロメロじゃない？個人的には、顔よりも大きいトサカの方がモテ要素になったと思うぞ。確かにそうね。こうやって妄想するのも楽しいわね。次の仮説に行くぜ。トサカの表面積が大きいことから体温調節仮説も挙げられている。現代のトカゲと同様に、恐竜も塩分線を持っていて、浸透圧調節によって体温を下げた可能性があるんだ。へぇ？より大きな声を出す器官説、種や性別を見分ける説、体温調節説って出てきたけど一体どの説が正しいのかしら？大きな声を出す器官説が主流だが、それだけではなく、いくつかの役割を果たしていたと考えられているぜ。なるほど。いろいろな役割を持っていたのね。ますますトサカに興味が湧いてきたわ。ところで、さっきから何回か出てきているハドロサウルス科ってどんな恐竜なの？白亜紀の北半球で繁栄した草食の恐竜だ。カモのように長く平たいくちばしから、カモノハシ恐竜とも呼ばれるぜ。カモノハシ恐竜。恐竜っぽくなくて、可愛い名前だわ。前は水生だと考えられていたと言っただろ？それは、手足に水かきを持っていて潜水を行うと考えられていたからなんだ。ふんふん。その後エドモントサウルスなどのミイラ化石から、水かきではないことが判明した。今では逆に、内陸地に生息していたと見られるぜ。へぇ？水かきじゃなくて何だったのかしら？前足の指は5本あったが人差し指から薬指までが一体化していた。蹄だけでなく、肉球のような軟組織があったことがわかっているぜ。肉球？まさかの結果じゃない？もう可愛く見えて仕方ないわ。ハドロサウルス科は、皮膚や軟組織まで残った全身化石など多くの化石が見つかっている。コリントサウルスは、皮膚の大部分の痕跡が残った化石も発見されているぜ。すごい。ここまで綺麗に残るものなのね。生きていた時の姿そのままよ。これを見た時は私も驚いたぜ。幼児期や緊急時は二足歩行で、平常時は四足歩行でゆっくりと、移動していたことが足跡の化石から推定されている。両方を使い分けていたのね。聞けば聞くほど器用な恐竜たちだわ。アンキロサウルス類よりも顎の力が強かったことも判明しているぜ。強い顎のおかげで、葉や松葉、小枝など多様な植物を効率よく餌とすることができた。なんと、甲殻類を食べたと思われる痕跡も見つかっているんだ。硬いからもバリバリいっちゃうくらい強い顎だったのね。そうだ。日本でもよく目にするカワラバトはこれに似た行動をとるぜ。甲殻類を食べるのは繁殖期の行動と思われるんだ。へぇ？現代の鳩と似ているのか。ロマンを感じるわ。ハドロサウルス科の恐竜たちは、捕食者から身を守るため群れでいた可能性が高いとされているぜ。目と耳が良いのも、きっと群れで行動するためよね。多分な。ハドロサウルス科の恐竜たちは大きく二つに分けられる。パラサウロロフスのように中空上のトサカを持つランベオサウルス赤と、トサカを持たない、もしくは中空でないトサカを持つ、ハドロサウルス赤だ。ほう、同じかなのにトサカのない恐竜も存在するのか。例外として、どちらにも属さない原始的な種も存在するぞ。これから紹介するのは、すべてランベオサウルス赤の恐竜だ。魅力的なトサカを持つ恐竜たちね。そうだ。同じランベオサウルス赤でもトサカの成長速度は違うぜ。パラサウロロフスは、死亡時に1歳程度だった幼体も発見されている。その幼体のトサカは短くて半球状だったぜ。成長するにつれ伸びていったと思われる。
子供の頃は、トサカの形が違ったのか。ああ、トサカが発達するタイミングは、パラサウロロフスは生体の4分の1程度の大きさから、コリントサウルスは大人の2分の1程度の大きさからだとされている。へえ、パラサウロロフスはトサカの発達が始まる時期が早いから、あんなに立派なトサカになるのね。ここからは、それぞれの恐竜を紹介するぜ。まずは、パラサウロロフスからだ。トサカが際立っていてかっこいいわねー。約7650万年前から7300万年前の白亜紀後期、北アメリカ大陸に生息していたぜ。体長約 9.5 メートルから10メートル、肩高5メートル、体重は約4トンに達したと推定されている。トサカを含めた頭蓋骨長は 1.6 メートルから2メートルもあり、地面から約4メートルの高さの植物まで届いたそうだ。ヒュー？ヒュー？パラサウロロフスは、ジュラシックパークシリーズの、アニメや映画を含む、全映像作品に唯一の皆勤賞を成し遂げているぜ。ティラノサウルスやベロキラプトルでも成し遂げられなかった快挙だ。ああ、そういえば出ていたかも。ティラノサウルスのような派手な活躍はなく、主に襲われ役としてだな。だが、肉食恐竜の獰猛さを引き立てる名脇役だぞ。おお、確かにそうね。次見るときは、注目してみるわ。名前のパラはギリシャ語で近くを意味し、サウロロフスに近いという意味だ。パラサウロロフスとサウロロフスは同じハドロサウルス科に属するが、実際には近縁ではないぜ。サウロロフスは、ハドロサウルス亜科なんだ。ということは、トサカは中空じゃないということかしら？正解。サウロロフスのトサカは中身が詰まっていたぜ。パラサウロロフスは、中国で発見されているチャロノサウルスが最も近縁とされているんだ。へえ。じゃあもしかしたらパラチャロノサウルスに、なっていたかもしれないわね。それはそれで良い名前だわ。次は、パラサウロロフスよりも複雑なトサカを持っていた恐竜を紹介するぜ。複雑なトサカ？パラサウロロフスの尾道は U 字型だっただろ？今から紹介する恐竜たちの尾道は S 字型だ。パラサウロロフスの軌道よりもはるかに変化しやすく複雑だったそうだ。主な仕組みや使用用途はパラサウロロフスと同じようだがな。へえ、どんな恐竜だったのかしら？早く教えて。まずはコリントサウルスから行くぜ。約7700万年前から7570万年前の白亜紀後期、北アメリカ大陸に生息していた。皮膚の大部分の化石が残っていたやつだわ。そうだ。体長10メートルから13メートル、平均体重は 3.8 トンだぜ。名前はコリント式のトカゲを意味する。トサカが古代ギリシアの一部族、コリント族の兜にある頭飾りに似ているからだそうだ。ほうほう。コリントサウルスのトサカは眼下の前の部分が厚い骨でできているぜ。尾道は頭頂部まで伸びていて、その後側面にある別々の場所を通過した後、一箇所に集まってから呼吸器官へと繋がっているんだ。確かに、一直線だったパラサウロロフスよりも複雑だわ。模型による実験だと、無敵に似たとどろくような音が出たみたいだぜ。無敵とは、視界不良の時に衝突事故を防ぐため船舶や灯台が鳴らす汽笛だ。ああ、あの棒って音ね。ああ、コリントサウルスの化石は、保存状態の良いものが二つも失われている。イギリスの大英自然史博物館に輸送途中の船が、ドイツの商船襲撃船によって攻撃され海の真ん中で沈没させられたんだ。ええ、ちょっと、なんでそんなことになったの？沈没した年は1916年で、第一次世界大戦中だったんだ。う。戦争目、悲しいよな。さあ、気持ちを切り替えて次に行くぞ。複雑な分類の歴史を持つランベオサウルスだ。名前からすると、ランベオ赤を代表する恐竜ね。正解。約7700万年前から7500万年前の白亜紀後期の北アメリカ大陸に生息していた。体長7メートルから 7.7 メートル、体重は 2.5 トンから 3.3 トンだな。ほう、この時期の北アメリカ大陸は最高だわ。1902年、カナダを代表する古生物学者ローレンス・ランベにより発見されたぜ。そして20年以上経ってから新種だと判明し、発見者であるランベに敬意を表して、ランベオサウルス・ランベイと名付けられたんだ。この名付け方ってよくあるけど本当に誇らしいことよね。ああ、ランベオサウルスとコリントサウルスは、トサカ以外は非常によく似ているんだ。ランベオサウルスのトサカはコリントサウルスよりも前にある。鼻腔はトサカの前部にあって垂直に重なっているぜ。ほうほう。でもトサカが違うなら分類は簡単でしょ？そう簡単にはいかないぞ。ランベオサウルスのトサカは、成長段階や性別、個体差によって大きく異なるんだ。あら、本当だわ。ここまで違うものなのね。1900年代初頭には、トサカの形がここまで違うという認識がまだなかったため、多数の種が命名されてしまった。また、性的二型も無視されていたんだ。性的二型って？
生殖器以外で雌雄の差をはっきり区別できるもので、現れ方には様々なものがあるぜ。体格や体全体の構造が異なる他にも、どちらかに特殊な構造が出現する場合もある。なるほど。本当はランベオサウルスなのに別種とみなされてしまったってことね。そうだ。別種とみなされた場合、白亜紀後期の北アメリカ大陸には、たくさんのランベオサウルス科の種がいたことになるだろ？そうね。そういうことになるわ。そのことを疑問に思って調査したのが、アメリカの古生物学者であるピーター・ドットソンだ。1975年に、数十の頭蓋骨を測定した研究結果を発表したぜ。おお、それでそれで？新情報がドット出てきたのかしら？頭蓋骨が小さくトサカが小さめのランベオサウルス・クラディニテアリスは、ランベオサウルス・ランベイのメスだったんだ。へえ、ランベイと並べてみると確かに夫婦っぽく見えるわ。化石だとそこまではわからないだろうけどな。コリントサウルス・フロンタリスとプロケネオサウルス・プライセプスは、ランベイの幼体だったぜ。ええー、同じランベイの幼体なのにバラバラの属に分類されているじゃない。それほど分類が難しいんだろうな。プロケネオサウルスには他にも2種記載されていたが、他の2種は、コリントサウルスの幼体とされているぜ。はい、頭がごちゃごちゃになってきたわ。ここからはランベオサウルスしか出てこないから安心してくれ。ランベオサウルスには、ランベイとマグニクリスケタスがいる。ふんふん、ランベイは、手斧のようなトサカだな。持ち手に当たる、後頭部に突き出ている部分は硬い骨でできているぜ。メスのトサカは小ぶりで、丸みを帯びているんだ。もうトサカが完全に斧にしか見えなくなったわ。おーのー、さっきからふざけてるのか？至って真面目よ。そうか。ならいいんだ。マグニクリスケタスは、持ち手の部分が大幅に減少しているぜ。歯の部分はランベイよりも、高く誇張されているがな。それぞれに違いがあって種として違うのか性差なのか、はたまた成長度合いなのか微妙なラインだわ。難しいよな。歯の部分は2層になっていて下部は尾行に続く空洞部分なんだ。上部はいわゆる鶏のトサカのような部分で、成人に近づいた時に成長するぜ。へえ、立派なトサカは大人の証ね。次は日本で発見されたやつを紹介するぜ。その名も、ニッポノサウルスだ。キャー、待ってましたー。約8300万年前から8000万年前の白亜紀後期に生息していたぜ。初めて日本人の手によって学名が付けられた記念すべき恐竜だ。日本のトカゲを意味するぜ。日本初。すごいじゃない？ニッポノサウルスっていい名前だわ。現在のロシア領サハリンで発見されたぞ。1934年の発見当時は、まだ日本の領土だったんだ。川上炭鉱施設内の病院建設中に現場から発見されたぜ。またすごいところから発見されたわね。そうなんだ。ニッポノサウルスの発見場所が、第二次世界大戦でソビエト連邦に占領されたことから、現在では発見地はロシアと表記されている。何それ、悲しいわ。せっかく日本の名がついているのに、ニッポノサウルスは見つかった化石から、体長4メートル、体重1トンと推定されるぜ。見つかった化石は生体のもので、小型の恐竜だと考えられていた。そうよね。今まで出てきた恐竜たちの半分程度じゃない。近年、子供のものである可能性が非常に高いことがわかり、生体はもっと体の大きな恐竜であったと思われるんだ。へえ、でも小柄なら小柄で日本っぽくて良きだわ。次に紹介するのは他のランベオサウルス赤とは、一線を画す見た目をしたチンタオサウルスだ。ひゃあ、他のランベオサウルス赤とはまた違った見た目ね。びっくりだよな。私も初めて見た時は衝撃を受けたのを覚えているぜ。約8360万年前から7210万年前の白亜紀後期、中国に生息していた。おお？北アメリカ大陸じゃないのか。中国東部に位置するチンタオ市から発見されたため、チンタオのトカゲを意味するこの名前がついたぜ。名前からなんとなく予想はついたわ。1950年に発見され、1951年に発掘が開始されたが、発見現場は主要道路の脇だったんだ。またすごいところから発見されたわね。発掘作業が大変そうだわ。そうなんだ。最低限の範囲での発掘しか許されなかった上に、十分な調査ができず、発掘は途中で打ち切られてしまった。あらら。人々の生活も大事だけどなんとか最後まで発掘してほしかったわ。初期の頃はユニコーンのような姿で復元されたぜ。発掘された化石からそのまま復元され、欠損部分が考慮されていなかったんだ。面白い見た目ね。個性的な恐竜だわ。ランベオサウルス赤に分類されたもののあまりにも風変わりな突起に、他のランベオサウルス赤と同じ機能を持つのか疑問に思われていたぞ。そうよね。この棒だけじゃ役割を果たせない気がするわ。角に当たる部分は四方折れ曲がった尾骨の一部で、
目立った突起を持っていなかったとの主張もあったぜ。うんうん。気持ちはよくわかるわ。この主張は、別の複数の標本にも、明確な棒状の突起が残っていることから否定されたがな。それでそれで？2013年に、新たな復元図が公開されたんだ。前に飛び出していた角は後ろ向きに修正されているぞ。欠けたと思われる部分も保管されているな。あらら？お団子頭みたいなトサカだわ。全然違うじゃない？当初の復元図の元になった化石の角が前傾していたのは、化石化する中で変形した結果だと考えられるぜ。それもそうね。完全な形で残るなんてほぼ無理だわ。今ではチンタオサウルスは他のランベオサウルス類と同じく、尾骨と上顎の骨からできたトサカを持っていて、内部は空洞になっていたと考えられているんだ。ちゃんとした姿に近づいたのは嬉しいけれど、個人的には前の復元図の方が好きだったわ。修正前もなかなか良かったよな。だがまた変わるかもしれないぞ。新たなトサカを持つ種の発見もあるかもしれない。トサカは、子供のアスレチックだった説も出てくるかも。絶対にないとは言い切れないな。今後も研究から目が離せないわね。